ファッションとライフスタイルにフィットした洗練されたデザインでこう人を作るみたいなところがコンセプトにあるので、まあ、頭だけ一人歩きしてなかったりとかしてるのでそういったその、服だったりとか普段の生活だったりだとか、そういったところが部屋に合わさるようなお客様が多いかなっていうのと、アパレルやってる分、アパレルで大体のイメージでつきやすいと思うんですよ。豆だったら豆のお客さんってこういう人だなとか、トーガだったらこういう人かなとか、マルシェラだったらとか、多分いろいろあると思うんですけど、なんでうちの場合だとそのファッションを扱うことによっての大体のこの女性像が結構決まってくるのかなっていうのがあるので、それをでも決めすぎることも結構、怖いことではあるんですけどね。ないと思うんですよね多分やんない方がいいですからね。金額も膨大なんで、下手にやったら絶対に潰れるというか、美容院で出た利益なんてアパレルの仕入れとほぼ飛ぶので、ちゃんとアパレルをやる決意を持ってないとやらない方がいい。ユルクっていう名前がオランダ語でドレスとか服のファッション用語の意味になるんで、もともとそのアパレルと美容院を一緒にやるよっていう名前にしたんで、正直逃げられないみたいな感じにしてたんで、もともとその新見さん入る予定ではあったんで、アパレルをやりたいっていうところの部分の夢を叶えたいなっていうところと、今回やったらその美月ちゃんが東京行きたいだとか、ゆうさんが東京にちょっと働いてみたいだとか、そういった夢を叶えたいなっていうのをあって、特に女性のね、スタッフとかだと、男性とかは独立とかあったりすると思うんですけど、結局今のお店で夢叶えれるなら、なんか無駄な苦労はする必要ないのかなっていう。やっぱデザイナーなんで、デザインにまっすぐあった方が、僕個人もいいと思ってるんで、オーナーになるといろんな責任とかなんか足かせが増えてくるんで、それやるぐらいだったらデザインに正面から挑んでる方が得するのかなっていうのを感じるんで、だったらお店がスタッフが出たくないような環境下にしてしまえばいい話なんで、いやそれを作ってるって感じですね。そうなんで、それがゆるくのあれに合わないなら別にやらないですけど、本人たちの目標設定とかの、ああいう朝礼とかを通してゆるくとはみたいなところは、なんか一線はずっとみんなで保ち続けて、そういった一線を、24時間ちゃんと自分で考えれる子たちを作ってるって感じですねなんで別になんかどこのサウンが好きとかは多分人それぞれ全然違うと思うんですけど、多分ゆるくが好きな前提はみんな持ってると思うんですけど、でもなんかこのサロン意識しちゃうとかはきっとみんな多分あるとは思うんで、なんかその中でじゃあ自分はこういう位置づけでやろうとか、あんまりゆるくがこういうテイストでみたいな位置づけではあんま決めてなくて、なんか一人一人が個性豊かに、なんかそのコンセプトに沿ってやってればいいのかなって思うんで、とにかくでも美容に熱い子たちの集まりにはしていきたいなとは思ってますけど、女の子たち立ち上がってる分ほらそっちでいきますか。ウェットでチャレンジしたい。スタイリストしてます、鈴野と申します。私はゆるくがオープンしてオープニングから勤めさせていただいてるんですけども、沢井さんのことはもともと他のサロンで働いていた時から知っていて、で沢井さんが独立されるっていうことで、もう絶対沢井さんの元で働きたいと思って連絡させてもらって入ったっていうのが、最初の始まりなんですけども、なんかこうゆるくで
まあ2年半、始まって2年半になるんですけども、本当にスピード感がすごく速くってっていうのと、スピード速いし確実に全部進んでいくっていうのがあるので、なんかこうそういうスピード感のあるオーナーの下で働くっていうので、こう置いてかれないようになんかやっていきたいっていうので、なんか自分自身もいつも必死でさせてもらってるんですけども、なんかこうゆるくに入ってファッションだったりとかヘアだったり もちろんメイクもなんですけど、全部揃った環境でこう他にはないあのものがたくさんある中で、こうもっと精進していきたいっていう気持ちが強いので、あのっていう感じです。語り始めたら止まらなくてすいません。私も実は1月からあの東京の店舗で働くことが決まってまして、まあ、沢井さんについていくっていうよりかは、なんか自分が引っ張っていくような気持ちで、なんかこれからはあのやっていけたらいいかなって思ってるので、やっぱりこう東京での知名度もまだないので、そのあたりの発信力だったりとか、まあ、しっかりつけてあのやっていきたいなというふうに思っています。割と簡単なんですけど、あの嘘をつかないって、まあ、求人も全般的にあのあまり嘘ついてないっていうか、あの例えば撮影するじゃないですか、撮影したビジュアルが実際このお客さん来てんのかみたいなっていうのが、あの、まあ、サロンによっては違ったりすると思うんですよ、まあ、こういう人に来てほしいけど全然来てないみたいな、あのそういうのをなくしてるというか、なんで割とそのペルソナというか、あのこういうお客様に来てほしくて、こういうなんか分かりやすくファッションからあのヘア、ネイル、メイクまでこう全般的に統一してやっていて、あの、まあ、扱ってるアイテムだったりとかその人たちに向けてやっているので、まあ、実際に明確にこの人に来てほしいっていうのがあって、あのお店作ってるので、入ってきた、まあ、美容学生さんだったりとか、だいたいいつもこんな感じなんですねみたいによく言われるので、あの、まあ、そこのギャップはほぼないのかなとは思います。長い。あ、全然。かわいい。はい、オッケー。ありがとう。ありがとうございます。バイバイ。すごい。最後なので写真、私はうるさいかなと思っていつも静かめにやるんですけど、カサカサ、は写真ちょっと、あ、すみません、今の感じ可愛い、はい、こっち向いて、こうないと、ありがとうございました。です。ありがとう。かわいい、やっぱさの。まだねー。朝日美月です。何よりアパレルと一緒にやる美容室っていうのがあんまりないと思うんですけど、そのアパレルと一緒にやることで、なんかお洋服のことについて詳しくなったりと なんかトレンドとか流行っていうのを早く知れるっていうのがやっぱりすごい大きいなと思って、もともと私は東京で働いてて、でこっちに来てもうすぐ2年で、まあ、来年に進出っていう形になるんですけど、もともとの自分ゆるくんが東京に出てほしいし、なんかもっとたくさんの人に知ってもらいたいって思いを持って入社したので、まあ、夢が叶ったと思ったんですけど、やっぱりこれからがまたスタートだと思うんで、今のこのゆるくっぽさを消さずに、でもまた新しい感じで東京とか全国とかでもっとゆるくっていうのを知ってもらいたいですし、私も東京店のメンバーとして頑張っていこうと思ってます。
違うやつだよ。あ、いいですね。なんかこの時代なんで、まあ、僕自身本当に今思うのは、あの実際の今来てるお客様をどれだけあの自分史上最高に可愛くするかとか最高におしゃれにするかみたいなことをあの毎日本気でちょっとやってれば絶対上手くなるし絶対お客様ついてくるですけど、そのクオリティをあの年取るにつれてちゃんと上げていくというか、20代まではいいんですけど、30代、40代とか、まあ40代になってないんで分かんないですけど、あのなってくるとやっぱだんだん今のお客様を技術が不利があると絶対恥ずかしいしダサいし、そんな自分になってるのを想像してしまったらいけないかなと思うんですね。だからちゃんとその自分に恥ずかしくないようにしたりとか、今来てるお客様があのこんだけ無数にいる美容師の中で あなたを選んでるんで、なんかそこに恥じないような努力は絶対すべきだし、あのこういう職業を選んだからにはあの、まあ、クリエイティブだったりだとかファッションっていうところは絶対外せないものではあるので、ちゃんとそのお客様にアウトプットできる自分のインプットはし続けた方がいいのかなって感じます。ゆるくのスタイリストをしております海と申します。ゆるくに入ってまだ8ヶ月なんですけど、まずその8ヶ月がめちゃくちゃあっという間で、本当に毎日が刺激的で、あのすごくまあゆるくに入れてよかったなと思うのがそこと、あと僕前の違うお店で10年と、あとフリーランスで3年仕事をしてきたんですけど、やっぱりそのいろんな場所で、まあ、いろんな形態を経て今思うのは、こうすごく意識の高い人たち、それはもう沢井さんとかゆうさんはじめ、あの一番下の1年生とかもそうなんですけど、なんかそういう人たちと一緒にお店を作れるっていうのがすごく楽しくって、毎日がハッピーです。あ、いい感じだよ。硬いな、ちょっと前入って。あ、おー、はい、探りましょう。あ、いい。ちょっとちらっとこっち見てください。あ、ありがとうございます。いい感じです。 OK です。じゃあね、ありがとう。お疲れ様でした。250円のシャンプーの話できたっていうのもあって、私自身もお互いみんなウィンウィンかなと思うので良かったかなと思います。こちらとしてもすごい嬉しいので、なんか汚したくない気持ちももちろんあると思うんですけど、ゆうさんとかもすぐ来てくださったりとか、新しい服を買うっていうのはすごく大事になるあのお客様の服はもちろんですけど、自分たちのそうやってかっこいい服着ている以上を、お疲れ様でした。お疲れ様でした。でこれに対して送ってもらった写真にこうこの辺がこうであれ、はい、するみたいなことを知っているので、この辺の止まんなくて気づいたらこんな時間送ってほしいなって思うから、うん、そんな厳しくとか逆に内側から、あ、そうそうそう、内側から、そう、